王子参戦書、1920年2月21日から2021年1月12日は、日本の女優。元宝塚歌劇団花組、雪組組長で、宝塚歌劇団卒業生。東京都出身。愛称は、みっちゃん。1937年、立教高等女学校を卒業。卒業後、宝塚少女歌劇団に、 宝塚歌劇団27期生として入団。宝塚入団時の成績は93人中70位。1939年、初舞台を踏む。宝塚時代は男役を多く演じているが、娘役も初舞台当時より演じることが多かった。終戦を経て、宝塚再興後の1951年の1952年に、花組組長。 1961年から1975年に雪組組長を歴任。その後は戦火を経て1980年4月30日に退団。最終出演公演の演目は東京宝塚劇場公演アンジェリク仮面舞踏会である。妹も宝塚 OG の地を香る。名も OG で女優の足笛るか。 在籍当時より映画、テレビドラマへの出演もあったが、対談後はテレビドラマを中心に活動、90歳まで宝塚で演劇指導を行っていた。1983年におしんで主人公谷村慎の祖母役を講演して当たり役となった。2003年の銀座マンまん中、絵の出演を最後にテレビドラマやメディアへの登場は途切れていたが、 2012年4月4日に放送された歴史秘話ヒストリア2014年8月6日に放送された昭和人伝に腰地吹雪の同期生ということでテレビ出演した。また2019年には女性自身のインタビューに応じている。2014年宝塚歌劇団創立100周年記念で設立された宝塚歌劇の伝道の最初の100人の一人として伝道入り。 当時、王子は存命していた殿堂入り宝ジェンヌの中で最高齢だった。晩年は、兵庫県宝塚市内の介護付き老人ホームにて生活し、2020年2月21日に万百歳を迎え、殿堂入りした宝ジェンヌでは、雲井奈美子以来二人目のセンテナリアンとなる。2020年11月に脳梗塞で倒れて入院。 闘病を続けたが2021年1月12日18時30分、兵庫県伊丹市の病院で死去した。100歳没。生涯独身であった。ありがとうございます。